こんばんは、染吉です。前回ですね、月光の櫛を手に入れて、ですね、アクア湖の水を交換で手に入れたんですが、残りの一つ、モンスターの卵かな、あ、大きな鳥の卵か、手に入れるためにですね、ちょっと、ボスを倒さなくてはいけなかったんですが、かなり強いので現段階で攻略不可能ということなので、ちょっと違うところに行ってみます。で、ですね、ジャングルと砂漠の方に行ったことなかったので、ちょっとどっちに行こうかなと、悩んでですね、砂漠の方に行きます。さあ、初砂漠どうなって、どうなってんだい、どう、なんだあれ、あ、え、なにこれ、なにこれ、う、ちょ、これ何？わお。そう、なんか砂漠は HP が半分になるらしいです。300ちょっとあった HP がもうこの通りですね。これは辛そうだぜ。あの、なんだあれ、湖、おっと、うわっ、フライマンバーが出した、強かったぜ。これは速攻で倒さないと。二段切り、うわ、麻痺か。あ、そっか、 HP が半分、恐ろしい。やめろやめろやめろ、ちょっと待って待って、うわ、 LP8 しかないよ。やってくれよるの。え、ちょっと待って、全然倒せない。うわ、え、ちょっとまずくない、これ。いきなり砂漠の洗礼を浴びてるよ。倒した倒した、いや、まずい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 。これ迂闊にエンカウントできねえぞ。なんだいこいつは、やばいんじゃないのかこれ。麻痺が効けばいいんだけど効かない。ナイス、よかった、倒した。そんなにすごく強くは、え、お、キュート、これ、こうしてこう、ん、なんだ、なんだここは、お、新しい町に到着しましたね。モンスターたちが聖なる塔を占領してしまいました。あ、本当だ。なんかモンスターがいっぱいいる。これは何なんだろう。ちょっとバーで情報を。砂漠では近づくと消えてしまう幻が見える。諦めなければいつかは本当にたどり着くのかもな。
なんかさっき僕も幻を見たよ。移動庫の水を飲むと不老不死が得られるそうです。旅立った人はいますが帰ってきた人はいません。あのさっきあったやつだよね、消えちゃった。なんか入る方法があるのかな。町の男はモンスターを追い払う力を得るために伝説の移動する湖を探しに砂漠へ行ったよ。ってことはみんな戻ってきてないってことじゃないか。あ、見たことない装備が。あ、これは持ってますね。清流と、あ、結構攻撃力高い。これ買っときましょう。お金が足りませんだ。え、0円だ。せやろ。え、いつも1万円いっぱいも、1万円をしっかり持ってる皇帝が金がないとは。ここ宿屋ですね。ちょっと待って、あれ欲しいぞ。あ、また砂漠に出てしまいました。一回ちょっとここで止まりましょう。さあ、ここからどこに行けばいいんですかね。ここ入っていいのかな。うわうわ、あれ、何これ、何これ、何この塔。どうなってんだ。ちょっとスルーで。蛇がいっぱいいるな。あ、ここに入ってこないようになってんだ。入ってくる。ああ、ちょっとやっちゃった。ちょっと待って、デューンウォームってめっちゃ強かったやつじゃない。うわ、そうだよ。うわ、スタンか。あ、こんなんした。うわ、痛い痛い痛い。そしたらどうすりゃいいんだろうな。これだな。おお、倒した。圧倒的成長感。うわ、鳥がすげえ追いかけてくる。あ、湖だ。あ、入れた。なんか人いっぱいいるよ。ここには選ばれたものしか入れないのさ。見てみて、私って若いでしょ。何言ってんだババア。砂漠で迷ってここを見つけた時はラッキーだと思ったのに、もう二度と出れない。出られない。なんで、どういうこと。この水を飲めば LP が回復しますが、この水、この湖から出ると LP がいきなり1になってしまうのです。怖くて外に出られません。それなんか呪われてんじゃん。
へえ、何それ、なんだ、こっから入んのかな。お、入れた。ちょっと怖いのでセーブしておきます。え、なんだここは。人がいる。砂漠の南に我々の町があった。今は誰も住んでいないだろうが、そこには何か君の役に立つものがあるかもしれない。はあ。砂漠の南。マップで言うと下の方に行けばいいのかな。ここは一体何なんだ。なんか楽園という名の地獄みたいな感じですね。情報はもらえたけど、特に何かがあるわけではないみたいですね。出ましょう。南に何かがあるとは言ってたけど、わー、ちょっと危ない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 。お、なんか、あ、あ、バカ。なんだこいつ、めっちゃ強そう。なんかそんなんばっかだよここ。デューンウォームをさらに強くしたような見た目だけど。ナイス混乱。こいつら頭悪いんだな、すぐ混乱する。お、不動金縛り。何今の。気を放ち麻痺させる。そんなことで叩いてください。うわ、これやべえかもしんねえ。ちょっと待って、技もひらめいたし、ここは逃げよう。ただ、うわぁ、無理やりカウントさせる。ちょっと待って。逃げろ、逃げろ、逃げろ。ちょっと待って。これ、そんなのってないぞ。よし、これはそんな強くない。はい、振り出しに戻ると。ちょっと落ち着いて移動しないと。ここはこう行って、よし、どこに抜けるんだ。あ、ここまで抜けてくるんですね。なるほど。うわ、とりあえず一回砂漠の町に戻ります。うわこれまずい、これはまずい。このサンドバイターってやつやばいな。
人類には早すぎ。ああ、お、行っちゃった。で、こっちは。あ、さらに続く。でも、いいか、南の方に。あ、これ行き止まりだ。なんか、私たちの昔住んでた村がある的なことを言ってたので、そっちに行ってみましょう。そば。ナイスガード。あ、一発で倒しましたね。赤い蛇がマジでやばいので。おっと、ここは、あ、村に戻るんですね。ちょうどいいので一回回復します。さて、南の方を目指していきたいと思います。南に一体何があるというのか。あ、なんか抜けていけそうですね。よし、砂の遺跡入ってみます。遺跡？あ、あった、なんかあった。これがかつて住んでたけど今誰も住んでないよっていうところなんですかね。ちょっと行ってみますね。え？あ、ちょっと。待て。あの、一個気になることがあって、これってもしかしてこのバッテンマークって、前回どこかな、追憶の迷宮というところに入った時にもここのこういうバッテンマークがあったんですけど、これってその追憶の迷宮はあれだったんですよね。スーパーファミコン版になかった追加要素らしいんですよ。なのでこれもそうなのかな。ちょっと今行っちゃっていいのかどうなのか判断つかねえ。ちょっと一時撤退します。うわ、鳥に半端なく囲まれ、あー、ダメか。いや、これパリしとこう。
僕は赤蛇がまずい。よし。結局空振りでしたね。今度こっち側に行ってみたいと思います。右側。お、なんだこれ。ユウヤンに行ける。ちょっと行ってみます。何それユウヤンって。うわ、日本だこれ。へえ、こういうとこもあるんだ。アバロン、それは一体どこにある町だね。だいぶ遠いところに来たんだなこれ。この国には他にないものが売ってますよ。ほう。わあ、ジャパンだ。刀があるよ。おお、刀、忍者ブレードがあります。あ、強いじゃん。あ、でもお金ないんですよね。クソ、なぜ金がないのか。これはちょっと後で買いに行きたいですね。酒って書いてある。これバーだ。ワグナスは空中での戦いを得意としているようです。は？以前来た詩人さんがチカパさんのイーリスに会ったことがあるのよ。イーリスって何？5つの楽器のハーモニーでイーリスの心を和ませたの。こんなメロディーだったかな。急に歌い始めちゃった。なんか違う。私とんち。いや、いい曲ですよ。詩人さんはその後ホラー話を信じて北へ向かったわ。ちなみにワグナスって確か七英雄の一人ですよね。わしは世界一変な場所を知っとるぞ。北へ行くとサラマッタという場所があるのじゃ。ほうほうほう。あまりに木が多くて木の上に木が生えとるのじゃ。前のように見てきたような嘘ではないぞ。へえ、サラマット。わしは世界一変な場所を知ってるぞ。海を渡った向こうにメルーという砂だらけの国があるのじゃ。砂まじりの強い風で木は丸裸じゃったわい。お前のようにホラーは吹いとらんぞ。これメルーって多分さっき私が言ったところでしょうね。ここにはワグナスがいるんだ。チカパさんがある。サラマットへ。ジャングルだ。これもしかしてサバンナから抜けてこれたってことか。へえ。なるほど。チカパさん。あ、めっちゃモンスターいる。そしたら一回戻ります。また砂漠に戻ってきました。結局どこに行けばいいんでしょうね。お？
真ん中の一番高い塔にシエユ・ノエルの部下と名乗るモンスターがいます。へえ、出た、シエユ。ってことは、ここをどうにかするとどうにかなっちゃうわけ？真ん中の塔に行けばいいのかな、これじゃあ。どういうことなんだろう。と悩んでるところで、今回はここまでにします。とりあえず砂漠を越えてきましたけど、何をしていいのやらっていう感じですね。ここの塔に入っていってみるのもいいのかな、どうなんでしょうか。悩ましいところです。そんな悩みながらちょっと、次回どこに行こうか考えつつ、動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。